中川博隆の見えるラジオ。こんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第36回目の放送でございます。12月になりました。コロナに翻弄された2020年も間もなく暮れようとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、ワクチンがね、使えるとか使えないとか、まあ言っておりますけど、それもどうなるかわからない。なので、もうちょっとしぶとくですね、暮らしていきたいと思っております。ずっとリクエストは、おはがきでって、昔のね、こう、ラジオの感じを出すために、おはがきでと、まあ言ったんですけど、なかなかおはがき来ないんですよ。ね。皆さん、やっぱりこのメールかなんかにも慣れっこになって、もうペンを取ってハガキを出し、切ってやってなんてことはちょっともうめんどくさいのかな。なので、ちょっとこっち、私の方からも折れました。ね。ハガキにこだわらず、ハガキはもちろんいいんですよ。いいんですけれど、もうメールでもいいということにしましてですね、今日からですね、メールでもいいよと、ちょっと周りの人たちにちょっと言いましたら、リクエスト来てくれ。書いてくれましたので、それは読みたいと思います。息子は25歳さんから、見えるラジオ、ラジオのように時々テレビのように楽しく拝聴させていただいています。今年ももう12月、あっという間の1年でした。そこでクリスマスの歌をリクエストします。やったー、サンタがやってくるです。クリスマスになると小さな息子が小さいお口でサンタクロースイズカーミン、そこばかりを繰り返し繰り返し歌っていたことを思い出す。今では懐かしい思い出の一曲です。今でもクリスマスには必ず口から自然と出てくる曲です。今年は嘘のような世界中が穏やかではいられない一年でした。音楽でウキウキした気持ちになれるこの曲をどうぞよろしくお願いします、ということで聞いてください。やった、サンタがやってくる。Santa Claus is coming, coming. Santa Claus is coming, coming. Santa Claus is coming, coming to my heart again. Santa Claus is coming, coming. Santa Claus is coming, coming. 僕らの保育園にサンタがやってくる。やった。やった。サンタがやってくる。やったやった、ラララ、ラララ、やったやった、キャッホーキャッホー、本当にサンタが来るなんて嘘、夢みたい。そしてもう一つ、初めて見えるラジオへのリクエストです。私の好きなクリスマスソングは静かなクリスマスです。九州ではなかなか雪のクリスマスはないのですが、雪の中のゆっくり静かなクリスマスの情景が目に浮かんでくるのです。町売りの少女や人魚姫が出てくるのも好きです。
年長組の担任になった時は子供たちと歌っていました。よろしくお願いします。福岡県のあゆみさんからいただきました。静かなクリスマスというのはですね、僕の中では新沢と作った歌200何十曲ありますけど、ベスト3に入ると僕は思ってるんですね。そのくらい好きで、詞ももちろん曲もとってもいい。では聴いてもらいます。静かなクリスマス。ということで、これからメールでも受け付けますので、こちらの方に、リクエスト出してください。よろしくお願いします。テレビじゃないのよ、ラジオなの、見えるラジオ。
保育のセミナーの一つですけれど、大友武のピアノクリニックっていうのがありまして、そこで、ロケッツのさとしくんが門下生になってですね、ピアノを弾いておるんですけど、そのもう素晴らしくメキメキと上達していて、聞くところによりますとコードだけが全音符で送られてくる、まあある時は2部音符だけど、それをさとしくんが自分で、アルペジオにしたりコード弾きしたりジャンジャンってやってみたりっていうのをさとしくんがこう決めるんだそうです。で、王子の方からそういうことは言わなくて、コードその構成音だけが送られてくるんだそうです。では彼がクリスマスソングを弾いてくれております。うさぎの原のクリスマス。9月29日に行われましたヒネルズのライブですけれど、小出しに、1曲ずつ紹介しておりますけれど、今日は何かな。どちら様かしら、愛しの彼氏さ、そうだったかしら、昨日も一緒だったろう、おとといならよかったのに、そんなところが好きさ、さようなら、今来たばっかりだぜ、あのパブにお戻りなさい、あそこはもう飽きたのさ、お気に入りなんでしょう、それほどでもないさ、帰ってこなかったくせに、入ってきただろう、聞きたくもないわ、チャンスをくれよ、嘘ばかり並べて気分しようもない男。君はバラより美しい、いつものセリフね、君の瞳に乾杯、勝手な人、
君のルージュに溺れたい。騙されないわ。君が世界で一番、あの子が一番でしょ。僕は君の虜さ、顔も見たくない。この世界は君のものさ。もうやめて。君のためにラブソング歌おう。もう本当に。君はまるで女神のよう。やだ、うつりで本当に懲りないあなた、救いようのない男。それほどでもないさ。こんなに冷たいあなたの手、君がぬくもりがあれば、この傷はどうしたの。いや、なんでもないさ。あの女の仕業ね。もう終わったことさ。もっとそばに来ていいのかい。今夜は二人で、今夜は二人きりで、あのピアノはお邪魔ね。あいつは結構いいやつなんだけどね。 I love you, I love you too。聞いていただきましたけれど、いやいやいや、はい、名演技入ってましたね。え、名演技入ってました、ね、入ってましたか。いやいや、照れます照れます。ピーマン天天の遊びのカタログ。むっくりという折り紙を折りたいと思います。まず三角にこう折って開きます。でここ真ん中の線よりもちょっと開く感じで折っていきます。真ん中線よりもちょっと外して、折ります。今度この先を折ります。適当でいいんだよね。適当がすぎるかこれ。で今度こうやって折ります。こっちもこうやって折ります。真ん中に合わせない、ちょっと外すっていうのがね。そしてまたここの三角をに折ります。そしてまた今度こうやって折ります。こっちもだいぶ硬くなりますけどね。こうやって折ってギュッと折って、これを合わせます。そうするとこのような形になりますね。これを立てます。
かがでしょうか。みんなの掲示板。今日12月7日から、表参道のピンポイントギャラリーで、笹宮由紀さんと長野秀子さんの2人展が行われます。それに先立ちましてですね、ちょっと2人にインタビューしたものがあります。どんどん話が脱線してしまうんですけれど、そこもご覧いただきたいと思います。どうしてもいいんだよな。寒いなっつって。そうね、うん。展覧会は、名前は何て言いましたっけ。鎌倉の二人って何。鎌倉の二人って。もうそればっかり。そればっかりよ。何かってところ二人だったよ。見どころは。見どころは、二人の最新作の絵本の原画がまずメイン。それと少し画廊のために売らなきゃいけないので今まで描いた絵を少し並べます、うん、で最もあのおかしいのがね、あの目玉は、うん、こんな近くに住んでるのに、うん、お互いに手紙出しっこしていて、うん、往復書簡店なんですそうなの。メールじゃなくて手紙なの。そう、手紙切って貼って。ああそうなの。僕手紙派だから。それがね、長野さんのメールはちょっと分かんないところあるからね、手紙の方がいいかもしれない。そう、それがね、私慌てもんだからね、切って、あの料金が足らなくて帰ってきたりね切手がね、貼り忘れて帰ってきたりね、そう、それで自分で書いたりしたらこの手紙は行きませんって長野さんのものでしょ、あれ。そうそれも郵便局が売りしてんの俺郵便局が、私がすぐそこまで行ったんだから入れてくださいって言ったら、いやダメですって言って持って帰ってるんだよね。そばまで行って1円足らないとか料金がね、あのちょっとずつ変わるでしょ、前の切手でね、うん、そこまで行ってよく見たら1円足らないから持って帰りましたって意地が悪いよ、ね、何往復ぐらいしたんですか。もう16、17。そう、もうすごい。20通で行くよね。20通ね。そう、ただ40だもんね。将来の夢はそれをね、書簡集として出版する。そう、タイトル考えちゃった。あ、ほんと、太鼓さんとムッシュの往復書簡集なんかね、そう、おかしいね、うん、あの内容なの。それは売り物じゃないね。なんかね、あのね、ピンポイントの人は売るとか言ってたね。手紙を。そう、だからね、そんなの困るって言ったんだけどね売りたいとかなんか言ってたけど、売れるんじゃない。でもね、洗濯物みたくね、吊るして展示するんだ。ああ、そうなんだ、うん、いいね。今までね、好きだった恋人の話が次々出てくるんだよ、面白いって言ったら。そう、手紙に。そういいの、それ書いて。で、で、全部振られたんですけど。2人の展覧会って大阪の方でもやったよね。最初はね、伊藤正道さんの地方寺で最初声がかかって二人でやって、鎌倉、それを見た高島屋の偉い人がね、そう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 、やってくれてんでやったの、うん、そしたら地方寺用の何だったんですか、なんか大阪でやって、ね、大阪でやってすっごいおかしいのよ。大阪駅でね、着いたらね、そこのギャラリーまでタクシーで来てくださいって言われたの。でね、笹宮さん、そういう知ってるから、ね、僕知ってるからね、タクシーじゃなくて電車で行こう、電車で行ってたら、迷ってね、それで行き着かなくってね、どうだった、梅田でうろうろしてたの、どうやって行っていいのか。そしたら偶然にもね、長野さんって ね、あの中由美子さんって翻訳してる方が、どうしてここにいるのなんて、これそれでそこまで連れて行ってくれたんだよ、ね、持ってますね。そう、夜ね、俺がコーヒー飲み行ったらさ、ね、大騒ぎになっちゃって、笹宮さんがいない、いない。あのね、夜ね、笹宮さんがコーヒー飲みに行ったんだよね。それもね、スリッパマジパのままで すぐ近くにあると思っていいんだよね。あの夜出てて、そしたら夜はみんなお店がシャッター閉まるから、
景色が昼間と違うでしょ。方向間違えて全然帰れなくなった。で携帯も何も持ってないで出て行ったから迷子になっちゃってね、帰ってこられなくなって、それで同室の男の子がね、いなくなった、いなくなったって稲村さんの部屋も開けてさ、笹宮さんと寝てません、寝てないってね。なんで夜中の2時頃よ。そう、はい、あもう傑作だったよ。次おかしかったね。そう、歌おう子供のバイエル。モグラの赤ちゃん。モグラの赤ちゃん、モグモグ笑った。モグラの母さん、モグモグおほほ。モグラの父さん、モグ。鈴木出版から新刊が出来上がりました、月刊絵本ですけれど、カピバラのだるまさんが転んだという、ね、絵本です。カピバラのだるまさんが転んだ、拍手。中川博隆作、柴田恵子絵。はじめの一歩、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。あ、よろ一人動いちゃった。だるまさんが転んだ、ぐらっ、くるんか、だるまさんが転んだ。おっとっと、少なくなって。だるまさんが転んだ。あ、だるまさんが転んだ。うわ、だるまさんが転ん、あ、なんか出てきたぞ。転んだ。逃げろー、ゴロ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 、逃げろー、ゴロ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 、おしまい。毎年恒例クリスマスの親子で楽しむクリスマスコンサート、今年は無観客で配信のみで、送りいたします。もう21回目なのにね、まあ、残念な形ではありますけれど、一生懸命させていただきたいと思います。出演するのはソングブックオールスターズの皆さん、そこの日に合わせてですね、毎年作っておりました CD ブックも完成いたします。それとチケットと購入するといくらか安くなるではなかったかな。一部コンサート、二部セミナーというね、それぞれ別々の申し込みになるかと思いますけれど、どんどん申し込んでいただきたいと思います。その CD ブックのタイトルが伸びる縮むくんといってね、ロケッツの高橋くんが作った歌でありますけれど、いち早くですねその歌をお聞かせしたいと思います。伸びる縮むくん、伸びる縮むくん、 hey! Hey! 伸びる縮むくん、伸びる縮むくん、伸びる縮むくん、 hey! Hey! 僕は伸びる縮むです、名字が伸びるで名前が縮む、
今日も元気に行ってきます。伸びる縮む伸びる上がる縮む伸びる縮む下がる伸びる縮む飛ぶ落ちる伸びる縮むくん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 僕は伸びる縮むです好きな言葉は Never give up 今日も元気に頑張ります。伸びる縮む伸びる回る縮む伸びる縮む回る伸びる縮む飛ぶ落ちる伸びる縮むくん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  もう一つインフォメーションでございますけれど12月27日日曜日に、好評をいただいておりました見えるラジオの公開生放送、ねお送りしたいと思います。年忘れリクエスト大会っていうかな、感じでお送りしたいと思います。顔出しが嫌だっていう方はオフにしていただければ全然参加できますので、振るってご応募いただきたいと思います。乳酸菌高ぶ見えるラジオ。ラジオ日本のビートルズ10 B10 で When I'm 64、先週2位だったんですけれど今週は何位になったかなと楽しみにしてたんですけれど首位奪還かななんて思ってましたけれど6位に落ちてしまいましてですね、でも6位ですから4週連続チャートインという素晴らしい、結果であります。それではその4週連続チャートインのきっかけとなったと言われる、中川博隆和訳のひねるず、64歳になってもを聞きながら今週お別れしたいと思います。そうだ、クリスマスソング、中川さんのクリスマスソングってのいっぱいありますけれどそれのリクエストですね、メールで結構ですので送っていただけたらと思います。ビートルズ10に習ってですねクリスマス10というのをやりたいなと思ってるんで、どしどし、リクエストいただけたらと思います。それではまた来週さようなら。君が出会って40年、いろんなことがあったけどなんとかここまで来たよね。髪は抜け腹も出しも当たわず、それでも僕を愛してるかい。 When I'm 64体のいろんなとこが調子悪い、でも風呂の掃除とゴミ出し結構マメにしてるよね。たまに料理の手伝い
庭の手入れ、今でも僕を愛してるかい。 When I'm 64、 足腰弱って階段の上り下りも、そりゃ楽じゃない。でも孫は可愛い。おお、コタロリオさっくん、僕のいびきがうるさい。君は耳栓、布団の距離も少しずつ離れてきたよね。でもうんと長生きしてひ孫見よう。今でも僕を愛してるかい。 When I'm 64